った。でも無事に会えてよかったわ。パパ見つけちゃった。お父さんが見つかった。私中千本でございます。パンダさんはどうしてるかしら。楽しいかな。私たちが楽しんでます。はい、いただきます。ゆでわさば、うん。
い、くず餅アイスです。第2弾、はい、女子が集まるとこういう甘いものに走っちゃいます。やっぱり吉野は柿の葉寿司とくず餅ですか、うん、もういくつになってもこういったものには目がない、はい、私でもコレステロールは上がっていきますタケノコの天ぷらを購入しました、はい、ここについてるのね。花より団子、花より団子、玉こんにゃくです。100円で安いです。食べ歩きが止まらないです ね。きなこ団子のよもぎ餅、よもぎ餅。吉水神社の御朱印です。桜の季節限定の御朱印をいただきました。日々の嫌なことも忘れちゃいましたね。本当やね、癒されましたね。また日曜から頑張りましょう、ね、頑張りましょうね。では行きます。カフェリバーグって書いてある。デバーグやってるんや。箸終わったらって書いてある。こ の, この箸ちょっとしようかこれそれそれ渡るねんで、怖いで。お前リバーグって書いてある。フラワー教室やえ、なんかあれ土砂崩れみたいなのなってんだよ、今のとこは、うん、ちょっと娘がやめちょこ。レバーグさんってどこ。ちょっとわからへん。Thank you.
今日は一日食べ歩きと桜を堪能しました。ありがとうパンダさん、女性さんに楽しい企画でした ね, ね美味しかったね、はい、またよろしくお願いします。またお願いします。運転手さん